イボーグジャパン、こんにちは、土屋太鳳です。今日はこれからアルマーニの世界に行くために素敵な準備を始めたいと思います。どうぞ。ありがたいことにほぼほぼ晴れて、なんか思い残すことはあとはもうアルマーニさんのショーを見ることだけ。ドキドキする。ミラノは夫に寄り添う形で、今回はその場にしっかり寄り添えるメイクをしたいなというふうに思います。普段はあまりメイクをしないようにしているので、役を生きていない自分がここにいて、その自分にメイクがされていくとなんかドキドキ、何よりもそのイベントに行くことが楽しみになってきます。もうシンデレラ気分ですよね、言ったら。ミラノで夫婦で出させていただいて、改めてアルマーニさんが伝えたいメッセージというものを自分たちがしっかり理解をして、次新しい世代にそのメッセージを伝えていくということが大事なのかなと思っていて、ずっと目指されてきたタイムレスエレガンス、その結晶がお洋服、私だったらお芝居でやる感情、なんかそれを挑戦し続けることがすごく大切なのかなって思っていて、そこは目指していきたいなっていうふうに思います。それではメイクが終わったので素敵なお洋服に着替えたいと思います。かと思いきやウエストが出ていたり、こうちょっと抜け感がある。このイヤリングは夫からプレゼントでもらったもので、プリベでつけていきたいなと思って選んで持ってきました。メンズライクな女性ファッションみたいなものも提案してきた方だと思うので、ジョルジョ・アルマーニらしいルックで素敵だなと感じています。ファッションっていうのはデザイナーさんの心の言葉だと思うので、今回のショーで自分たちが目指したい家族像みたいなものがはっきりした気がします。タイムレスエレガンスというコンセプトがこれからの未来を変えていくような気がしているので、吸収して今後の未来につなげていけたらなと思っています。とフランスやっぱ全然違うよね。全然違う。背伸びをしなきゃと思わずとも、おのずとこう着ることによって背筋が伸びるようなアルマーニさんを着るということは、なんか自分らしく入れる方法の一つかなというふうに感じてます。内面的なものを引き出すような 深いお洋服が多い印象があって、そういったものが引き出されているあのお洋服なんじゃないかなというふうに感じます。早く拝見したい気持ちと、ジョルジオ・アルマーニさんの世界観に没入したいという気持ちとで、もう胸がいっぱいです。メンズショーとは違う空気感があるのかなと思っていて、そのプリベならではの華やかさとか特別感みたいなものをまたこうしてフロントローで味わえるっていうのは、もう本当に人生の中ですごく幸せな機会だなというふうに感じるので、ワクワクしています。はい。